うん、いい子だ。日吉の湯だ。宿の者なら先生の所在を知っているはず。まさか。この近くでお侍様を見たって聞いたよ。でも対馬の侍はみんな死んだはずでしょ。きっと亡霊になってあたしらを守ってくれてるんだ。冗談はやめて。そうとしか考えられない。対馬様、どうかご無事で。もうこの中に下って。
られません。まさかあなたもお侍？生き残りは他にもいらっしゃったのか。一体誰のことだ。カシネに住んでいるとか。ぜひお会いになられてください。行ってみるとしよう。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。ご出陣なさらなかったので。そうだ、戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で。まあいつものことですけどね。先生の伝説は真ですかね。伝説だと。たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。真だ。もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけにゃ。後ろめたいことでも。滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。二度と娘を抱きしめられない。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても。先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです。さあ分からんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。もし船を使って天気が穏やかだったら。石川先生の道場。いさかいがあったか調べてみよう。跡取りか。生きておったとは。菰田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。
志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何卒ご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか。存じません。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらん。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴？女子か。生まれは。生まれは百姓だが弓は並ぶ者などおらぬ。大主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いした奴は忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。巴は神道よ。猛虎が殺す。奴ら酔ったタヌキだな。だが菰田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか。調べるんだ。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。米と泡、手つかずだ。不意を打たれたな。血の跡、わずかだが。死者はおらぬな。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。砦は近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。
ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも、増えての者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。手前にある灯籠を狙ってみろ。的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。よし、次は奥の灯籠だ。左だぞ。まずだ。さらに遠くの的ではどうかの。どう思った。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば駒だでも。良き弓だが、戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の兵器は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよう。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。八の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。まるで痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。騎兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるのちに乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。